はい、今回も、僕のチャンネルを、見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は棋聖戦の S リーグですね。はい、1位遼八段対張九段の一局を紹介したいと思います。はい、開幕戦ですね。はい、じゃあそれでは、見ていきたいと思います。はい、張さんとね、一力さんはね、一力さんの方が結構な、勝率はいいんですけどね。アゴン桐山杯のね、決勝で、張さんはね、大きいところ勝ちましたね。はい。はい、ここで、最近は、こう、かける手がほとんどだったんですけど、ここに打ちましたね。はい、工夫されてていいと思いますね。はい。つけて様子を見て、大場に先行しました。はい、この石はね、そんなに、この黒3子はね、そんなに、攻められないというか、なかなか白もね、こことかに1着、ないと、白は攻めが効かないので、まだ大丈夫な感じなんですね。で、白もここに逃げましたね。こうやれば隅は生きられるんですけどね。こっちとかね、先行されちゃしまいますから、出ていきましたね。はい、ここでツケですね。ここは全然考えないとこですね。鋭い手ですけど。うまくいくんでしょうか？これはどういうことなんでしょうか？これで、この5子を捨てるような打ち方でしょうかね、これは。思わぬね、振り返りとなりましたね、なんかね。この手で、こうやれば普通なんですけど、こうなって、こうなって、今切るかわかりませんけどね。切らないかな。息は残ってますんで。これも普通っちゃ普通なんですけどね。どうしますかね。ここに手入れるのか、入れないのか。こう、しっかり入れるのかどうかね。これもあったんですけど、ただここ地を稼いでもね、ここ生きてますからね、ここ1目助けるのがそんなに魅力的ではない気もするんですけどね。ここも切れば普通なんですけどね、これ利かされるのがちょっと嫌でしたか。これ下がりってなんで決めたんでしょうね。跳ね継ぎで打てるようなところでもあるので、ちょっとわかりませんけど。この格好嫌ですね。これ押さえて、こういうような形が、非常に嫌な格好ですよね。でもしょうがないですか。こうなりましたね。これはコウがね、まだ残ってますから。そうですね、こういう手もやっぱりちょっと損コウなんでね、受けましたね。受けないで解消するのも大きいとこですけど、こうなって渡りになりますか。まだ切ってこうなんでね。ちょっと、受けましたね。
で、こちらで解消して、当て、当ては頑張った手ですね。一応助ける手を残しましたがね。はい、つなげたり竹踏にすれば助かります。ただまああんまり助けても、まあもうここ跳ねられると魅力はないですね。はい、肩から消して、これは普通に受けてるようだとこっち挟まれてね、全然良くない感じがしますね。でもここ割られるとやっぱり地合いがあれなんでしょうね、ちょっと大変なんでしょうね。つないで、これは死にましたね。はい、これは、黒がこうやっても、ね、生きはないところですから、攻め合いはね、白勝ちそうですから、隅取られてしまってはさすがに大きそうですか。あとは白はこの白を生きれば勝ちかなっていうところですね。はい、ということで、ここで投了となりました。はい、そうですね。まあここ助け、僕はちょっとここ助けた手がちょっとどうなったのかなってちょっと思ったんですけどね。まあわかりませんけどね。はい、まあ、助けて普通につないでいて、まあどうだったのかな、これからの碁っていう気もしたんですけどね。はい、その後の打ち回しはさすがに白がうまく立ち回って隅取ってね、はっきりしたのかなと思いました。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。